皆様の盛大な拍手でお迎えください。白金健役、神木浩一さん。鏡住田役、楠木智織さん。三剣芽衣役、七海花凛さん。榊千鶴役、伊藤美紀さん。綾峰健役、佐伯伊織さん。浜瀬美紀役、田中孝子さん。鎧美琴役、凛さんです。よろしくお願いいたします。オーディションの時はもう緊張しすぎて、まさか受かると思わなかったので、自分なりのタケルを一つでも何か爪痕を残せるように必死にやっておりました。突然携帯の方に事務所に来てくれって言われたんで、クビかドッキリかなと思って、はい、台本忘れてますからね、怒られる可能性もありますよね。クビかなと思っていったら、三つ剣めお願いしますっていうことで、はい、膨大な資料で玉瀬美紀、玉ちゃんのことを見た時にすごい一目惚れだったんですよね。あ、恋ってこんな感じだって思って、私たちもこうゲームとかやっていたりもするので、あ、このシーンみたいなのもあったりとかもしましたし、あとやっぱり207招待のみんなが出てきた瞬間にこう名前がこう出てきてっていうところで、あ、会えたみたいな。第1話が本当に衝撃的すぎて、本当に気持ち悪くなっちゃって1話の衝撃が抜けてないんだよね。こうショックを受けすぎてしまって、こううってなってたところにこう207招待のみんなを見た時のこの安堵感っていうのがすごいあったので、普段あんまり演じることのないキャラクターではあるので、毎回難しいなと思いながら緊張感を持ちすぎないように演じるようにしています。スミカちゃんファンの方はもちろん、これからどのようにスミカがこの作品に関わっていくのかっていうのを楽しみにお待ちいただきたいですし、この今回のアニメから入る方ももちろん同じように楽しみにお待ちいただければと思います。